はい、今ですね、どこにいるかっていうと台湾のカレンにいます。カレンの港の横にある公園にいるところなんですけど、そこに、ね、228事件、これはいわゆる日本でいう226事件、昭和のね、226事件、陸軍の将校がクーデターを起こした件ね、まあ、未遂に終わってしまったんですけど、その226事件ではなく台湾の228事件ということで、これは日本が統治が終わった後、日本が敗戦してね、日本統治から離れた後に、こちら中国国民党がこちらに渡ってきました。まあしばらくは大陸とここの台湾両方だったんですけど、中国共産党との戦いに敗れた国民党は蒋介石がこちらに移ってきたわけです。その際に、まあ、いわゆる、外省人として、ね、戦後渡ってきた外省人で、それ以前にいた人は内省人です。で、彼ら外省人が、内省人を弾圧するようなことをいっぱいやってたわけです。そんな中ね、台北において、タバコをですね、闇市で、ね、売ってた女性がいたんですけど、それに対してタバコ専売局の人間が行って、それをね殴ったわけです。そこからデモ暴動が始まって、当時台北の、228和平記念公園の中にある NHK の支局があったわけです。昔は日本統治時代はそこが、まあ、放送局になったわけですけど、そこの放送局を占拠して、そこから全国に発信してですね、立ち上がれというふうにね、歓喜を促したわけです。そんな中ね、外省人に対して、まあ、やはりね、それだけやっぱり圧政に苦しんでたわけなので、まあ、鬱憤も晴らして外省人をね、暴行を加えたりもしてました。ただこれに関してもやっぱり内省人が軍隊を出されてね、鎮圧されたわけですけど、多くの方からが亡くなったわけです。その中で228事件ということで、まあ至るところに高雄にもありました、台北にもありました、ここ彼にもあります。これが228の記念碑ということです。でこういったことはね、やっぱり、まあ、後世も伝えていかなきゃならないし、やっぱり台湾のね、いろんな問題がここにあるかなって感じはするわけでございます。今まだね、やっぱり外省人内省人というのはやっぱり対立している感があります。大陸よりの外省人、もう自分たちは台湾である、台湾人であるっていう認識がある内省人、まあ、それはやっぱり両者がね、噛み合うことがないのかなって感じがするわけですけど、これが一応228の記念碑です。